な笑ってる。遠くで見てるだけ、うまく馴染めない。私だけ一人涙詰め込んで、ここにいるんだよ。壊れそうなのに誰も気づかない。孤独の中で息をしている、こんな私になりたくないのに、怯えさびれて突き刺さる棘、もう頑張れないよ。
花うばら可愛く咲けるように美しく実るから大丈夫、君も愛してる、大丈夫、君は愛されるこうして上がらせていただきました。暗い、怖い、あ、やっぱりこんなことばっかり言われてきました。おまけに痛いとまで言われてきました。月下横、暗い、痛い、怖い、三拍子揃っております。だんだん慣れてまいります。大丈夫です、大丈夫、君を愛してる、大丈夫でございます。さて、10年一昔になっているという言い方がありますけれど、その一昔になります。もう10年ほど前ですね、私大阪へ越してまいりました。小学校は低学年の頃、摂食障害と自傷意識を発症しました。それからずっと隠し持っていたこの秘密をカミングアウトして、名前まで変えて、さあこれから幸せに生き直してやろう、そう思って大阪へ逃げてきてしまいました。続いての曲です。月は火に焦がれ、
私逃げてきたんよ。負けて逃げてきたんよ。慣れてきてね、まあ、毎度毎度こんな風にやらせていただいております。いろんなことがあって1年ぶりにやっとこさこうしてねステージに上がっていますけれども、まずそうですね、この横にねギター弾いてあるおちゃんって何者かな思ってあるのもよく聞いてあると思うので、まあ、でもこの中だと私より彼の方が有名だと思うんですけれどもね、はい、ギタリストの紹介をちょっと先にしておこうかなと思います。でっかい陽光はそうですね、この3年ぐらいのもずっと彼にだけ弾いていただいて活動しております。彼の名はですね井上大輝と言います。よろしくお願いします。ガラクタ売ってる店で100円ぐらいで買い占めてきてよう2頭でもね、髪の毛もない、あ、じゃあ入ってた次の曲メジャーでやっちゃうどうしよう井上さんとね、出会ってから3年ぐらいで過ぎますけれども、彼はあんまり変わらないんですよ。てか彼は、まあ、私が出会った時からもうキラキラと眩しかったし、そんなこう老けたなって感じが最近もこうずっと一緒にいててもしないんだけど、私が最近ね40代を生き始めてまずもうびっくりするのがだんだん肉が垂れていく肌の衰え、恐ろしくて恐ろしくて、出会った頃はお父さんって言って親子に間違われたりしとったのが最近全然間違ってもらわへんね、飽きませんな、ほんま、最近はね、ちょうどいつ老眼が来るかなとか思いながらお友達に聞いたら私はもう来たとかね、そんな話ばっかりしながらすごい老いることを焦ってますけどね、
まあでも、あの、いること焦りながらでも、なんとか1年ぶりにこうしてステージに上がらせていただけてよかったなと思っています。井上大輝さん、今日はね、可愛い服着てはるでしょ。これ私のチョイスで着せました。これを着てくれた。可愛いでしょ。しかもこの首には蝶ネクタイ、これ私お手製です。私が情念を込めてこち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 作り上げた蝶ネクタイを首に巻いています。私の情念を首に巻きつけて、今日も彼は私のギターを弾いてくれています。娘道場に実は唐草なんです、ね、はい、60の誕生日の時に、ね、赤い唐草で作りました。だいたいアロハシャツで蝶ネクタイするのか。素敵。いや、真夏に負けんような服装で、とんだ道化だね。まあこれでもステージの上やから横におるけどね、普通にこの格好しとって一緒に歩きたない。まあそんなこと言うてますけども、私大阪へ来て、まあ、10年ほどになりますけれどもね、大阪へ来る前もいろんなお仕事しておりましたが、最後にとっても長い年月お仕事していたのは夜の世界でですね、ホステスをしておりました。私が見てきた、何年かかけて見てきた夜の世界というのはとっても寂しい世界でした。一見きらびやかに見えてもとても汚かった、とっても寂しかった、とっても悲しかった。そんな時に出会った、もう今頃はすっかりおばあになってるでしょうけど、当時はキラキラと輝いていた姫たちを歌いにしたので、ちょっと聞いてください。浮草城下。巨匠の手足儚い指導者浜市門美、怒れた牛で傷つく手こみ、愛が足りない、
金魚ひらひら金魚ゆらゆら私を愛してね私今日電車で来たんですけど、こういう衣装とか荷物が多いのでキャリーケースをね転がして電車で来るわけですよ。今日は私1年ぶりのライブやからね、めっちゃ気合い入れてね、昼間からねバラの香りの風呂に使い込んでね、めっちゃ豪華なんちゅうの、今日はツヤかけていくと思ったら、さあ行こうと思ったらキャリーケースの取っ手とか持ち手がバキッと全開しました。えらい思いして引っ張ってきたんですけどね、なんとかたどり着けてよかったなと思っています。さて、こんな風にバー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 何でもかんでも言うてるようですけど、私ね、こう見えて結構気が小さい。みんなの前でこう、喋る、今やったら喋っていいと思って喋ってるけど、団体の中で会話してたりしたら、なかなか自分まで意見が言えなかったりとか、うなずいて聞いてるだけして、こう聞いてるふりだけしながら、こうずっと耐えてたりとか、言いたいことがなかなか言えない性格だったりします。すごい行き詰まってた時にね、あれはすごいすごい、もう照りつける太陽の下、擦り切れた朽ち果てたアゲハチョウの死体を目にしました。何でしょうね、なんかパンと弾けたんですね。あの時あの抜け殻を見たからこの歌が書けたんだろうなと思ったりしています。その名もアゲハチョウ。So
して負けました。ありがとうございます。もっと負こうか。ハマサカババアみたいな。ババア言うな、ジジイ。どう思う？どう思う？大輝さんにババアって言われた。大輝さんにババアって言われた。俺正直元で聞いてる。こういうと店が逆襲できる。眩しい、眩しい、あ、眩しい。ジャブ。眩しい。眩しいな、今日も。おじっとおばやから乗り物は乗れへんで、ずーっと歩いてるだけ。若者がね、乗り物とか乗ってんのを見てね、ええー、なー言うてるだけ。ずっと見えてるだけです。ほんまずっとそうなんですけどね、さて、いろいろ曲やってますけどね、最初に言いましたけど、痛いですよ、暗いですよ、怖いですよ、もう慣れましたよね、大丈夫ですよね、じっと我慢して耐えてる人いてあったらごめんなさいね、もう勘弁してください。続いての曲はですね、ただのエロ歌とよう言われてます。最低な歌やなってめっちゃ思いっきり言われたこともあります。確かに最低な歌やと思いますけど、最低な歌言うたらもうこれからやる曲、その曲に限らずね、うちがやってるような曲なんかみんな最低ですわ。もうそんな思ったら開き直って何でもやってやると思う時がありますけど、でも実は気が小さいので困るんですけどね。次やる曲はですね、そうやってエロ歌やの最低な歌やのよく言われてますけど、結構ねこの歌好きよっていうのは女の人が多いんですね。男の人の方がなんかちょっとエグく捉えはるみたいです。こんなエッチビデオにかかってるモザイクではありませんが、タイトルはモザイクと言います。モザイク。もしも私が明日死んだなら、私の骨はあんたが食べてね、あんたの胃で静かに消化して、その体の一部にしてね、肌や声や傷跡の細胞の隅々まで捕まえて抱きしめて、私を行き渡らせて、あの世で一人ぼっちになったら、抜け殻のお体を誰に打たれたらいいの、待ち疲れて嘆く前に、その指を絡ませて同じところへ出させて、もしもあんたが先に行ったなら、すぐにこの手首を切り落として、私が行くまで待っててね、迷わずたどり着けるように、腰も下も唇も力尽きてしまうまで、もっと気持ちよくして、私を抱
り道顔もこの世で一人ぼっちにされたら冷え切った体を誰に委ねたらいいの繰り返しにもなれるならその指でかき混ぜてつながって生かして。このまま一人ぼっちにしないで熱く出るからだろう他に助けるというの夜でもさしてくれたようにその指を絡ませて同じところへ出させてその指でかき混ぜて何度でも生かせて。今日こんなにたくさんの方々にお会いできるとはこんなに言い出してると思ってなかったんです。おなじみの方にお会いできると思っていましたけれども、だからね、よかったなと。1年ぶりにステージに立ったそのステージがこないでたくさんの人にお会いできて本当によかったなってめっちゃ思っています。さてバタバタでやっておりますが、今でもう40分ぐらいしたんかな。今日のステージの最初に言いました。私10年ほど前に大阪へ逃げてきまして、小学校の低学年から自傷害者となりました。摂食障害者となりました。20年間誰にも言えずにもうずっと隠しながら自分の偏在に呆れながら、それでも自分をやめることができないからよ、もうなんか死んだように生きてきたなと思います。自分を一生懸命傷つけてあえて汚いところに身を置いてどん底まで見てやろう、それも一つの自傷癖だったんだろうなと今になれば思いますけれどもね。たくさん体も傷つけました。本当に何て言うんでしょう、そういうこと言うと結構って言われちゃうんだけど、でもね、誰にも言えないっていうのはとても辛くて、大阪へ来てカミングアウトしました。カミングアウトをして、それを、始まりにやめようと、そこから抜け出そうと自分なりには目いっぱいの努力をしてみました。でも10年かかりました。もうそれで30年。私ね、そんな若くないけどね、80や90のおばあちゃんじゃないのよね。人生の半分以上明らかに摂食障害と自傷癖というものと共存してしまいました。2013年から結果予行はステージの上でもこうしてそのことをお話しして立つようになりました。嫌がる方もいらっしゃるだろうと、とてもとてもいつも気になります。いいかな、こんな話して会場の中でわざわざ来てるのにこんな聞きたないわって思っちゃう人いてはれへんかな、すごい悩んだりします。でもやっぱ言わないと私がどうしてステージの上に立ちたいかが伝わらない、そう思ってこうしてお話をするようになりました。こうしてお話をするということはそこをね、確実に抜け出さないといけないと思うんです。すごい頑張りました。私やっと自傷癖から離れて3年、もうじき3年になります。3年間自分の体を傷つけずに初めて過ごしました。どうしてそうなれたのかなっていうのをね、きちっと今後は掲げていかなくてはいけないととても思っています。結果予告、今日よかったらチラシも持って帰っていただけたらと思いますが、最近 SNS をちょっとね、精神的に使い果てて放置しておりますが、ブログはまだに更新しています。そこに自分が摂食障害者であ
あり、自称記者であったこと、その始まりから現在までを今順番に綴っています。あと少しで記事を書き終えることができます。書き終えるときに私がどうしてそこから抜け出したのか、きちっと言葉にして何かメッセージを同じ痛みを持つ人に与えてあげられたらななんて思ったりもしています。そして今日はですね、CD も持ってきています。2枚あります。一つはセカンドアルバム、こちら6曲入りというか実は7曲入っておりますが1000円で発売しております。あとこれが最新、ちょうど1年前私が1年間ライブをお休みするようになったその寸前とかその時にね出した500円の1曲入りのアルバムがあります。よかったらお買い求めいただけたらとっても嬉しいなと思います。さあこういうねお話をしているとどうしてもクラフなってしまうんですけれども、まあねもうちょっと頑張っていこうかなと思います。頑張れめきちゃん。ありがとうございます。久々なおさんのそれ聞くの。私は今摂食障害者であり自称癖者だったことをお話しさせていただきました。まあ障害者ですね、はっきり言えばね。でもそうでない人も何かしら皆さんもね一つや二つ心には傷があるんじゃないかなと。それをもう乗り越えてる方もたくさんいらっしゃると思いますが、まだ心の中に触れたまま痛いままの傷をお持ちの方がいらっしゃればどうか放置しないでくださいね。その傷には爪をギューッと立ててガーッと痛みを噛み殺して傷口をもう一回開いて種を引っこ植えちゃいましょう。一粒で構いません。その一粒の種はあなたの傷ついたその痛みも憂いも悲しみも全てを吸い上げてあなたの体中心中に根を這わせます。それらを吸い上げて芽吹きいつか素晴らしい花を咲かせます。その時思います、ああこの痛みには意味があったと。そうやって人生一つずつ乗り越えていけたら幸せだなと私は最近思うようになりました。結果をこう今日最後の曲をねそろそろしようと思います。今日はねいつもいっぱい喋っちゃうからこんなにいっぱい喋るんだけどいつももっと喋るんで今日はできるだけね喋らずに曲数をしたくてねこうして踏ん張ってまいりましたが最後の曲をねお届けしたいなと思います。月下横井上大輝ステージ、ご付き合いくださり本当にありがとうございます。傷口に種を埋めてほしいと、どうか花を咲かせてほしいと、自分にも大好きな人たちにも願って書いた歌を聴いてください。ありがとう。傷口茨城。吹きつける北風、重ね着をまとい、人波を装い、愛が足りながい、誰が殺した怯えてうずくまる閉じ込めた痛みはこの体をめぐる暗闇に目を凝らせば流れで星届かぬと知りつつも願い事もつれたこの足が飛び降りる前に跳ね上がる
傷口に埋め込んだ茨強く強く咲いてくれ。注がれる日差しにね、1年ぶりでね、一
1年間ね、歌いたかったんです。ほんまやったらこの体が歌えるなら、この心が人前に立てるなら、歌が歌いたかったです。よかったイエイ。おっさん笑いすぎちゃう。ドラゴンおったんかいやつか。アンコールをいただいたので、あと1曲だけすいませんのお付き合いください。ありがとうございます。私先ほどね、答えを自分で見つけてちゃんと言葉にしなきゃいけないって言いましたけれど、最近ね、やっと分かってきたんです。3年間自分の体を傷つけずに生きれるところまでたどり着いて、一つ思ったのが、ありのままで受け入れてもらえる場所を人は持った方がいい。私にはそれができたから、それを得ることができたから、多分切りたくても切らなくなった。生きていくのが楽しくなりました。今日今からする曲は大嫌いだった曲です。自分で作ったのに、この曲めっちゃ嫌いでした。もうめちゃめちゃ嫌いでな。だけど最近ね、めっちゃ好きになってきました。うまく笑えなかったっていいんですよ。できることは知れてるんですよ。それでももがきましょう、あがきましょう。ありのまま行けばいい。手を挙げて、拳を上げて、目の前を掴んで、さらけ出し歌えたっていいんですよ。そうや、その通り。いやー、もうこの間3人も4人も歌ってないですが、今日チャレンジします。皆さんの明日に幸あれ。クロスロード、イエーイ。こんな明るい歌だったありがとう。Yeah.
知る。